はい、皆さんこんばんは。クリームヌーズケーキムービーポッドキャストです。はい、ザ・グッドハウスです。はい、ちょっと更新が遅れてしまいましたね。理由はいろいろあるんですけども、あれですよね、一人体制になってから基本的に何ですか、運よく私はあれですね、毎週新作が見れていたので、映画館で、まあそれを見た感想の話を毎回してたんですけども、今週ってか、まあ先週ですか、ちょっとね、新作が見れなくてですね、はい、このバーチャル背景を見てる人が、を見て分かる人は分かると思うんですけど、今池袋のグランドシネマサンシャインでね、18日までかな、18日までやっている、5周年記念かな、で、もののけ姫と千と千尋の神隠しを今劇場でやっていて、それを見てきちゃったんですよね。だからね、新作を見てないんでね、どうしようかなって感じで、一応なんだろうな、あとまあちょっと忙しかったんで、ちょっと収録してる時間がなかったんですけど、まあせっかくだからもののけ姫とね、千と千尋の神隠しの話をしてもいいのかなと思って、これを一応こういうバーチャル背景にしましたね。はい、バーチャル背景な理由はあれですね、単純に今後ろに洗濯物がかかっていて見せれるもんではないっていう、ね、ことなんですけども、まあそうですね、やっぱりなんですかね、やっぱりあれですよ、これがめちゃくちゃ当たった時代っていうのがすげえ時代だなと思ったりもしますし、まあ単純にね、なんだろう、これ97年の作品なので、個人的にはですね、あれですね、なんでしょうね、だから生まれてから、小学校3年生ぐらいに多分見たのかな、うん、見た作品で、まあこれ初めて劇場で見たジブリなのかな、感じなんですけど、ああでもそんなことないか、紅の豚も映画館で見てたかなって感じなんですけど、初めての劇場体験としては、ちょうどこれが公開されたのが、なんだ、7月12日なんだけど、97年のね、自分の誕生日が7月でして、まあこの頃の映画館って基本的に入れ替え制じゃなくて、一回買ったら多分ずっと入れたりしたと思うんだけど、要はね、初めて指定席で映画を見たっていう経験をこれしまして、自分は。うん。当時どうですね、日劇プラザっていう、有楽町のでっかい映画館があって、そこで、うちの母親がですね、誕生日プレゼントだと言って、指定席でね、もののけ姫予約してくれまして、まあ、常にこの時2、3回見てて、すげえ俺がこのもののけ姫気に入っててね、うん、何回も見たい見たいってなったんで、それでっていうのもあるんですけど、それで見してもらってですね、非常に良かったですね。非常に椅子がふかふかでね、当時ね、うん、確か白い、その普通の椅子はこう黒とか違う色なんだけど、その指定席のところだけ白くカバーが貼ってあって、それもすごい覚えてますね、うん、まあでも小学校の記憶なんでね、曖昧なで、もし間違ってかもしれないんですけど、そういう風にねして映画を見たっていうのが非常に覚えて作品ですね。まあそしてあれですよ、やっぱ宮崎駿といえばこれっていう感じもある意味しますし、まあとにかく大ヒットしたっていうのもこれなんじゃないかなと思いますね。うん、まあ何ですか、制作費が大体21億円かかってるって言われてて、まあ、これ当時からもすごかったんですけど、うん、もう何ですかね、まあしかも興行収入がですね、201億円とか200億円超えたって言われてて、それもすごい買ったはずですね、確かね。うん、でまああと「もののけ姫」の歌とかね、とにかくめちゃくちゃ流行ってましたし、あとまあ何ですかね、中でまあ見てて改めて思ったのは、この映画もそうなんだけど、宮崎駿は結局やっぱ「ラピュタ」以降そのムスカ的な人が出てこないっていうかね、悪役は悪役として絶対悪みたいな感じで描かないので、この中で見てるとエボシとかがそういう風に見えるのかなって感じがするんですけど、エボシもエボシでそういうわけじゃなくて、あとまあなんだろう、単純に自然を守ろうみたいなメッセージっていう話が出てきますけど、ただそれだけじゃない気はしててですね、まあなんですかね、主人公のアシタカがある意味こう自然と人間の間に立つ人として出てきて、うん、でエボシとある意味もののけ姫さんっていうのが人間と自然との象徴なんですけど、ある意味分かりやすくそこに立ってるわけですけど、じゃあエボシがすごい悪い人なのかといえば、やっぱりそういうわけでもなく、彼女は彼女で、いわゆるそのまあこのある意味これ時代劇ですから、このもののけ姫って題材自体がね、うん、でまあその社会の中でいわゆるその自然を利用して生きるっていうのは今現在自分たちもやってることじゃないですか、うん、まあだから
室町時代って言われてますよね、この映画の舞台としては。で、まあ、森を守るっていうところと、人間の生活を発展させる、豊かになるっていうところが結局どうにかならんものかと。結局要は自然を取り壊して人間が進化し豊かになっていくっていうところを描いてるんだけど、まあ、エボシって人が、まあ、ただ悪役にならないのは、彼女は彼女で、いわゆるその武士の時代の中で女性がリーダーとして、いわゆる民を率いた上で、なおかつそのタタラ場というね、いわゆる男性がやるはずな、やると、やるべきと言われている、いわゆる火事場を女性が担っているっていうところだったりとか、あと何ですかね、中に出てくる多分いわゆる差別された病気の人たちがいますけど、おそらくまあハンセン病の人なんじゃないかなとされていますけど、そういうところだったりとか、まあ、だから彼女自身は非常に何だろうな、その人間の中で言えば進歩的な人、考え方を含めて進歩的な人なんだけど、彼女がある意味その森を打ち壊して、それで豊かになってるっていうので、ある意味視線からしたら彼女は敵なわけですから、っていう風に描いていて、非常にこう、なんだろうな、ただ単にどっちが正しくてどっちが悪いって話でも実はないんじゃないかなというところで、だからまあ、何ですかね、宮崎駿の作品の特徴で言うと、まあ、ラストこう、すべて押し流してしまうみたいなね、水がね、っていうところをカリオストからずっとやってるイメージありますけど、まあ、ポニョでもやってましたけど、その中でも、まあ、そのゼロにしてしまったけど、こっからどうしようかっていう時に、まあ、ラスト、共に生きようっていうオチが出てくるわけですよね、このセリフとして。っていうのが、まあ、これからどうしていくべきなんでしょうね、私たちってところのメッセージだったと思うんですよね。まあでも、97年から今に至るまで、結局これがうまくいってない社会があるよねっていうね。ここはまあ温暖化だったりとか、そして今の社会の状況だったりとかを見るとそういうことかなと思いますよね、やっぱりね。で、まあ、この後ろのバーチャル背景に出てるこのダイダラブっていうね、獅子神様は、まあ、死と再生の神ですから、そういうところの描き方もまあ、本当に素晴らしくてですね。非常にあれでしたね、やっぱ映画館で見ると、ビスタエンハンスドで見たんですけど、その劇場でね、非常に音がやっぱ良くてですね。やっぱまあ、映画館で映画を見るってこういうことだよなっていうね、気持ちにさせてくれる映画でしたね。非常にいい体験でしたね。まあ、さっき言ったみたいに、まあ、当時からこういう話を宮崎はしてたんだけど、まあ、それが結局解決されずに、今現代に生きているなと、改めて思ったりしましたね。まあ、あれでしたね。なんとなくこう思っている、みんながよく宮崎駿が説教臭いみたいなさ、こういう人は結構いるんだけど、まあ、俺は別に説教臭いと思わなくて、なんなら説教してくれぐらいの思ってるんだけど、この作品が結構わかりやすいところなのかなと思うんだけど、実は結構複雑な話だよなっていう。ここはこうするべきだって話じゃ実はないんじゃないかな。どうやって生きるべきなのかなっていうところなのかなと思いますから。まあだから、何ですかね。そこはやっぱり世間のイメージなんでしょうね。逆に言うとね。まあでもこれがね、金曜ロードショーみたいなテレビでかかってるってことが結構すごいなと思うのは、多分今だったら R15 なんですよね。描写として。アシタカの弓矢が結構人を殺すというかね。首を飛ばしたりとかですね。腕をポーンと飛ばしたりとか、するわけですよね。だから描写としては結構エグい描写がいっぱいあってですね。これは別に子供向けじゃ全然ねえなと。まあだからこの当時あったかなっていう、大人でも見れるアニメっていうのはまさにこういうことなんじゃないかなっていうぐらい、しっかり描いてますし、しっかり死が描かれてるので、そういうふうに考えると、この描写自体は多分結構 R15 になっちゃうんじゃないかな、今だとっていう感じがしましたね。まあでも本当に何ですかね、村人といわゆるその武士っていう関係があるわけじゃないですか。いわゆるまあある意味その身分の話。それをまあ取っ払ってるのがある意味烏帽子が作ってるたたらばなので、烏帽子自身はまあ非常に進歩的な人として描かれてるんじゃないかなと。私は思いましたけどね。まあその中でね、また隔たりがあったりするんでしょうけど。まあだから、いわゆる自己肯定的な人とかね、まさにそういう中で動く、まあなんだろうな、人だなと思ったりしてみましたね。非常に面白かったですね、やっぱりね。これが逆に言うとね、めちゃくちゃ当たってみんな見てた映画だって考えると、97年すげえなと思いますね。まあ、片やエヴァがやってたりするわけですからね。すごい時代だなと思ったりしますけどね。まあ、やっぱりだから、
この後の千と千尋でも、まあ、繋がってくるものっていうか、宮崎駿がずっとやってることとかありますね。なんだろう、ぬめぬめして、ベトベトしたものが必ず出てくるみたいなのが毎回ありますから。あと、まあ、千と千尋の神隠しもね、見てきたんですけど、まあ、あれもめちゃくちゃやっぱ面白くてですね。まあ、なんかあれは単純に労働が多分テーマなんじゃないかなと思ってて、宮崎駿の労働観みたいな ものが描かれてるんじゃないかなと作品見てて思いましたね。いわゆるその少女が、ユアというところに行って、一生懸命働いて、それでまあ働いたことによって感謝されてみたいなところとか、まあそのなんだろうな、そのシステムの中で働くということみたいな話になってるのかなと思ったりしましたね。まあだからね、実はその興行的に当たり出したのは、いわゆる、なんですか、魔女の宅急便ですらあんまりうまくいってなかったんじゃないかと言われてたのが、まあ、物置もあたりから興行的にめちゃくちゃ当たり、なんですか、日本の映画興行記録を、まあ15年ぶりに確か物置が、確か塗り替えたってことに確かなってましたけど、まあだから何ですか、引退するっていうのはこの後に出てくるわけです、もののけ姫君に。まあで、千と千尋の神隠しでさらにこう塗り替えてっていう、まあ、興行収入300億円みたいなレベルになってきて、いやーだから面白いなと思いますよね。全然単純な話を描いてない。はっきり言って一回見ただけじゃ全然理解できないような話を宮坂駿は描いてるんだけど、売り上げとしてはどんどん伸びていっちゃうっていう、非常に不思議な状況だなと思いましたね。ね、確か2003年にアカデミー賞を取ってましたもんね、千と千尋の神隠しに関してはね。っていうふうに考えると、やっぱり不思議というか、まあ、何ですか、まあよく言うね、一番売れてるものがいいもんだっていうのを覆すことですし、非常に分かりやすいものが売れるんだってことも覆してくれるのが、この宮崎駿の作品群なんじゃないかなと思ったりしましたね。まあ、なんですかね。まあ、だからあれですよ、千と千尋に関してはタイタニックを抜いてますからね、日本だとね。それに関してはやっぱすごいなと思いましたね。やっぱりだから、改めてこうやってジブリを映画館で見るっていうのは非常にいい体験で、今見ても刺さりますし、それこそさっきも物置の話もしましたけど、やっぱ映画館で見るとね、本当に音響がすごかったりとか、いわゆるその映画館で映画見てるなっていう体験としては非常にいいんじゃないかなと思いましたね。まあだから何ですかね、なんかまあ、あんまりその考察的な話をしたくないので、そういう話を避けて話してますけど、まあ、何ですかね、何を描いているのかみたいなのっていうのは非常に難しくてですね。その宮崎駿の、まあ、なかなかその作品についてそこまで詳しくは語りたくないみたいなところなのかなと思ったりしますけど、まあ、だから、わかりやすく、なんていうんですかね、子供たちですよね。いわゆる、線含め、某とかね。あと、まあ、顔なしまでもそうですよね。親がいない子たちが、ある意味、働くことによって何か目的を見出し、何かを得っていう話で。で、まあ、なんですか、湯婆婆っていう、湯屋のシステムを生きている魔女がいて、その魔女にある意味、奴隷というかね、使えることを、なんですかね、使えることによって、生きている白っていうね、竜ですか、竜をある意味助けると。で、白もそこから解放されるという話でして、まあ、ある意味、このユアの湯婆婆のシステムっていうのがある意味資本主義なのかなと思ったりもするかなっていう話で、まあ、これでね、逆に言うといくらでも語れるっていうのがやっぱ宮崎駿作品のすごいところですし、逆に言うともっとね、もっと冷たい、もっと冷静な視線があるのが、まあ、高畑勲作品なのかなと、自分に関しては思いますから、ね、平成狸合戦ポンポコとか今見ると本当に辛い話でね、日本の学生運動の失敗みたいな、敗北みたいなのがしっとりと描かれていくなと思ったりするんですけど、そういうのだったりとかして、まあ、あれでしたね、この2本映画館で見れて非常に良かったなと思いましたね。千と千尋も非常に面白かったですね。まあ、だから何なんですかね、やっぱり描きたいものがしっかりある人の書く話っていうのは、まあ、バランスが取れてるとか、華がないとか、そういう話じゃなく面白いなってことで、よく言うその完璧みたいなことを言うときに、その穴がないっていう表現で使いがちなんですけど、なんですかね、何回でも見ても何回でも面白いみたいなのが完璧な作品っていうことっていうのは、よく言われますけども、本当にでもそういうことなんじゃないかなと思いますね。まあ、だから何ですか、まあ、なんですかね、いわゆるその、顔なしっていうのがある意味そのさ、いわゆる拝金主義みたいなのを内面化した状況。いわゆる相手の、
なんだろうな、相手の欲しいものを手から出すっていうところで、そしてさらにそれで飲み込んでいくっていうのはまさに資本主義っていうかね、ある意味そういう拝金主義的なものを象徴してたけど、それ自体は実は土くれでしかないっていうところだったりとか、うん。で、まあ、千という千尋に出会ってね、こう喜んでもらいたい一心でこういろいろやるんだけど、それがやっぱうまくいかなかったりとかね。うん。最終的にはゼニーバのお家で、いわゆるこう、なんですか、自分の居場所を見つけて、それによって、なんですかね、いわゆるこう、なんですかね、いわゆるそこで仕事を与えられて、うん。こう、自分の居場所を見出すってことなんじゃないかなと思って、いわゆるその、まあ、働かないでいる人っていうのは、ちゃんとこう、仕事でやりがいを与えてあげれば、ちゃんとその社会の中で生きていけるんだってことを、宮崎駿が言ってるのかなと思ったり、思わなかったりするということでね。うん。まあ、だからあれですよ。やっぱり面白いなと思ったのはさっき言ったすげえ当たってる作品なんだけど、今改めて見るといろんな見方ができて、いろんな描写があって、必ずしもそれがじゃあ正しいのかなって言ったら、そうじゃない気もするよなって思うような作品だなっていうのがこの2作品の特徴ですかね。うん。やっぱ面白いなと思いますね、そこはね。うん。はい。あとね、まあ何ですかね、これはだから、まあまた新作を見たらね、また今週また新作の話をしようと思うんですけど、まあ上半期が気づいたら終わってましてね。うん。結局上半期は僕は映画館で、結局まあ旧作のリバイバルもあったりますけど、まあ、56本映画を見てまして、その話もどっかでできたらしたいなと思うんですけど、結局まあでも年間ベストみたいなのは個人チャンネルでやってましたから、去年のがね、実は収録してるのに編集するのがめんどくさくて結局やってないんですけど、実は撮影もしてるんで、それを上げりゃいいんですけどね。そういうのもできてないので、そういうこともできたらいいかなと思いますね。はい。で、そんな感じで今週もありがとうございましたですかね。はい。また今週もありがとうございました。また来週。まあ来週と言いながら、多分、これを上げたもう一日後にもう今週のが上がると思うんですけど、また次回です。また次回です。さようなら。